ここは幸せ荘。土屋遥はいよいよ寒さに耐えかねてこたつを出すことにした。お、なんだあれは。こたつの中はパラダイス。なんだこいつ。俺の縄張りに勝手に入ってくるとは許せねえ。シャー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 。キャー。新しいこたつ布団の感触を存分に楽しむ土屋であった。うん、おー、 あれなら足の内にもいるでやんす。何？部屋の真ん中ででかい顔をしてやすが、これといった害はないおとなしいやつでやんす。土屋があいつに食われた。土屋、今助けるのだ。おやびん、おやびん、大丈夫でやんすよ。足のご主人もよくあいつに食われやすが、すぐに平気な顔して出てくるでやんす。ご一緒。ほら、平気でやんすよ。確かに食われてね。一体何者なのだ。あ、おやびん。ぬくいでやんすね。うん、確かにぬくい。うん、はあ、なんでこんなにぬくいんだ。きっとあれでやんす。うん、なんなのだあれは。お日様みたいでやんすね。ぬくいぬくい。ポカポカでやんす。これだけ気持ちがいいとだんだん眠くなってくるな。ほんとでやんす。おやびん、なんともいいところでやんすね。うん、ここにいると何もする気がしなくなるな。きっとここはパラダイスに違いないでやんす。おお、パラダイスか。こんなに幸せな場所は他にありやせん。はあ、もうこのままずっと永遠にここでゴロゴロしてたいのだ。外になんか出なくてもここが一番幸せだ。この中で一生を終えれば本望でやんす。あとは唐揚げでもあれば最高だ。幸せの基準がささやかなおこじょさんとチョロリであった。ああ、なんだ土屋の足か。土屋、びっくりさせるな。でも気持ちいいのだ。気持ちいいでやんすね。園芸残骸。こんにちは。まあ、こら土屋、何しやがる。おやびんの子分のくせにずうずうしいでやんす。なんか文句あんか。三河にお住まいのおらさん宅にはパラダイスを追い出されたのよ。やらせて。この場所は俺がいただくぜ。おやびん、さすがでやんす。土屋は少しカチンときた。だがあえて放っておくことにした。はは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 
何も言ってないでやんすが。電気こたつは温度が上がりすぎるとランプが消えるということをおこじょさんは知らなかった。つーちゃくん、いる？あー！こたつついに出したんだね。ん？うわー！なにじゃがる？いいよね、こたつ。日本の冬はやっぱりこたつだよね。みかんある？え？ダメだよ、土屋くん。みかんはこたつの上に置いておかなくちゃ。最初はグー、じゃんけんぽい。勝った！おお、これでゆったりと眠れるってもんだ。ありがとう、土屋くん。やっぱこたつにはみかんだよね。食べよ食べよ。いやだもう、土屋くんたら。ん？もう、おかえし。いやー、おやびー、この野郎、シャー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 。おやびー、ファイト、シャー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 やったな。えい、えい、えい。ちょっと、トイレ。え？あれ？シャーシャーシャー。あー、チューチュン！さては僕たちをこたつに入れないつもりだな。へっ、恐れ言ったか。これでパラダイスはあっしらのもんでやんすね。お、ゴーラゴーラゴーラ。そっちがそうなら、こっちだって考えがあるぞ。こうだ。あれ？また暗くなったでやんす。でも、そのうちさっきみたいに明るくなるのだ。そうでやんすね。あー、ぬくいぬくい。パラダイスでやんす。あー、お腹すいた。ねえ、土屋くん。え？ご飯の時間だよ。焼肉でも食べ行かない？なんかだんだんぬくくなくなってきた気がするぞ。気のせいでやんすよ、おやび。そうか、気のせいか。なんだ。パラダイス、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 パラダイス。パラダイス、パラダイス、パラダイス、アクション。こうしておこじょさんとチョロリは電気の消えたこたつの中にずーっといたせいで風邪をひいてしまった。本日の対戦結果、決勝進出はおこじょさん対こたつ。判定はパラダイスの甘い誘惑にも耐え、おこじょさんの勝ち。平和な学園があった。人間と動物が共に学ぶ平和な学園だが、その平和が突如破られる日がやってきた。迫り来る白い鍵、黒い学ラン、光る爪。果たしてその正体は。俺がおこじょ番長だ。次回、幸せそうのおこじょさん、雪と雄太と唐揚げとおこじょ番長登場編。
長、お前が院長だと。キリッ、レッ、サクサキ。